ここ。バルボスがアジトに使ってる町の東の酒場。つまり、オタクらが忍び込もうとしてた場所よ。じゃあ、このどこかにバルボスが？上があるみたいだな。上がってみるか。バルボス、これはどういうことです？何を言っているのか、わしにはさっぱりだな。例の塔とブラスティアのことです。私は報告を受けていませんよ。なぜそんなことを報告しなきゃならない？何ですと？雇い主に黙ってあんな要塞まがいの塔を、それにリヴァイアさんの爪まで勝手に使って。わしは飼い犬になったつもりはない。ただお前の要望通りコアを集めたのだ。そのおかげであの天候を操るブラスティアを作れたんだろう。誰が余ったコアを持って行っていいと言いました？お互い不可侵が協力の条件だったはずだがな。何を？わしが貴様のやることに口出しをしたか？バルボス、貴様、執政官様がお帰りだ。覚えておきなさい。貴様のような腹黒い男はいつか痛い目を見ますよ。貴様がね。あんたら悪党が揃って特等席を独占か。いいご身分だな。そのとっておきの舞台を邪魔するバカはどこのどいつだ？ほう、船で会った小僧どもか。この一連の騒動はあなた方の仕業だったんですね。それがどうした。所詮貴様らにわしを捕らえることはできまい。は？どういう理屈よ。悪人ってのは負けることを考えてねえってことだな。なら、ユーリもやっぱり悪人だ。おう、告悪人だ。やれやれ、造反確定か。面倒なことしてくれちゃって。ガキが吠えおって。手向こうか。前に言ったはずだ。次は容赦しないと。その方が暴れがやるってもんだ。たったと始末しろ。バカどもめ、動いたか。これで邪魔などんも騎士団もボロボロになり果てるぞ。まさかユニオンを壊してドンを消すために。騎士団がボロボロになったら誰が帝国を守るんです？ラゴ、どうして？なるほど、騎士団の弱体化に乗じて評議会が帝国を支配するってからくりね。で、ブラッドアライアンスがアルトスクを抑えてユニオンに君臨すると。なんてこと。騎士団とユニオンの友倒れか。フレンの言ってた通りだ。今さら知ってどうなる。どうあがいたところでこの戦いは止まらない。それはどうかな。そしてお前らの命もここで終わりだ。ったく、遅刻だぜ。フレン、止まれ。双方刃を引け。引かないか。私は騎士団のフレン・シーフォだ。ヨーデル殿下の記した書状をここに預かり参上した。帝国に伝えられた書状も逆臣の手によるものである。即刻軍を引け。戻ってこねえかと思ったで。あいつを見捨てるつもりは鼻からありません。
ラゴ、帝国側の根回しをしくじりやがったな。ふん、ユーリ、あの人フレンを狙ってます。当たった。ナイスだカロル。ガキども、邪魔は許さんぞ。逃げろ、出口に向かって走れ。ユーリ、危ない。エアロを再充填するまで少し間があるはず。その隙を狙って。今だ。遅いわ。嘘、エアロの充填が早い。なんだ。なんだありゃ。また出たわね、バカドラ。リタ、間違えるな。敵はあっちだ。あたしの敵はバカドラよ。今はほっとけ。ちわしの邪魔をしたこと必ず後悔させてやるからな。飛んだ。おうおう、大将だけ飛んづらか。うわ、待て、バカだな。あんたは逃がさないんだから。やつを追うなら一緒に頼む。羽の生えたのがいないんでね。あんた何言ってんの。こいつは敵よ。俺は何としてもやつを捕まえなきゃなんねえ。助かる。待て、僕たちも。こりゃどう見ても定員オーバーだ。でも僕たちも。お前らは留守番してろ。そんな。ちゃんと歯磨いて、町の連中にも迷惑かけるなよ。フレンにもちょっと行ってくるって伝えといてくれ。あの竜巻、こいつの仕業か。邪魔してるぜ。貴様、ブラスティアを破壊しよって。おい、大丈夫か。なろう。からだ。ふん、小僧ごとき下っ端どもで十分だ。なぶり殺しだ。もう終わりか。身の程をし。あらら、便利な剣持ってんな。負けたのは剣のせいだと言いたいわけか。
そりゃあんたがどう思うかだ。今は減らず口聞いてろ。後で惨めったらしい死を与えてやる。しばらくおとなしくしてろ。なんだよ。なあ、早く出してくれよ。えい、鬱陶しいジジイだ。丸腰の年寄り相手に刃物抜くなよ。へっ。お前、もうやめとけ。女？クリティア族？怪我してないか？悪かったな。いいえ。だってバウル助けてくれたでしょ。バウル？ええ、私の友達。あの魔物か。なあ、あんたなんでブラスティア壊して回ってんだ？言いたくなきゃいいけど。聞いて感動できる美談ではないわよ。壊したいから壊してる。確かに感動できる話じゃねえな。それでバルボスのブラスティアも壊したわけか。完全じゃなかったけど。これはいいのか？それは壊しても面白くないもの。ふん。なあ、もうちょい協力しないか？そうね。屋上のブラスティアも壊し損なったし。決まりだな。どうするの？まあ、手がないわけじゃないけど。なら、その手を使えばいいんじゃないかしら？できる人は手抜いちゃいけないと思うの。それじゃ、協力してほしいんだけど。きちんとエスコートしてね。ああ、いいぜ。美人相手に緊張すっけど。やりやがったな。静かにしろ。叫んな。あなたがね。いい加減にしろ。もううんざり。こっちから願い下げだ。痛い目を見ないと。うわっ！あなたは自由よ。おめでとう。ご協力ありがとうよ。あと一発は一発よ。の？強くやりすぎたか。じゃあこれでおあいこね。ユーリだ。ユーリ・ローエル。ジュディスよ。ジュディス。ジュディの方が言いやすいな。それでいいわ。じゃあ次行きましょう。次って、ま、屋上のブラスティアに行くか。そっちは場所がはっきりしてる。あなたは友達を待たせてるんじゃないかしら。ブラスティア優先で構わねえよ。じゃあ上ね。どこから上がりゃいいんだ。重いわね。勝手にうろうろとは。どっかの姫さんみたいだな。誰みたいって？いや、いいんだ。どっかに上への通路がある。探そうぜ。上へも行けないし、外も出られねえみてえだな。
どうした？私の槍はどこかしら。そういや、武器ねえとこの先大変そうだよな。なんだ、壊れたか、ソーサラーリング。この AR のせいか。意外とオシャレさんなのね。こいつはオシャレってのとは違くてさ、こうやって動いたわ。パワーアップしてんぞ。他のレバーもそれで動かせるんじゃないかしら。いや、大丈夫か。使って爆発とかしねえだろうな。その時はその時、今はあのレバーにかけましょう。こんなちっこいもんが爆発してもたかが知れてるか。おっと、あったあった、俺の武器と。ないのか。傭兵の誰かが持っていったのかしらね。かもな。その辺の武器適当に持ってったらどうだ。そうね。大切なもんなのか。一応はね。しょうがないわね。これでいいわ。いいのか。これ以上探してもこの部屋にはなさそうだし、探しながら行くわ。そっか。じゃあ俺も気をつけとくとするか。ありがとう。やってるな、ユーリ。おった、ちょっと離れろって。大丈夫ですか？怪我はしてません？なんともないって、心配しすぎ。お前らもおとなしくしてろって言ったのに。だってみんなユーリのことが心配で。ちょっと、別に私は心配なんてしてないわよ。おっさんも心配で心配で。嘘つけ。っていうか、なんでおっさんまでわざわざ来てんだ。それが聞いてくれよ。ドンがバルボスなんぞに舐められちゃいけねえとか言い出して、いい迷惑よ。そもそもお前たちどこから入ってきてんだよ。しょうがないじゃん、表の扉は閉まってんだから。だからってな。だ、誰だそのクリティアッコ。どこの姫様だ。おっさん食いつきすぎ。俺と一緒に捕まってたジュディス。こんにちは。僕カロル、エステリーゼって言います。僕らはエステルって呼んでるんだ。リタモルディオ。そして俺様は、おっさん、レイブン、レイブン。そういう言い方する人って信用できない人多いよね。なんか納得いかないわ。ま、いいんじゃねえの、とりあえず。愉快な人たち。なんだか好印象。バカっぽい。ジュディス、あなたはここへ何しに来てたんですか？私はブラスティアを見に来たのよ。わざわざこんなところへ？どうして？私はふらふら研究の旅してたら捕まったんだとさ。ふーん、研究熱心なクリティア人らしいわ。アクエブラスティアのコアは取り返せたんですか？残念ながらな。じゃあこの塔のどこかにあるのかな。うわっ！ぜ、大丈夫か？フレン、お前仮にも小隊長が何やってんだ一人で。人手が足りなくてね。それにどんな危険があるかもわからなかったし。衝突はもう大丈夫なんです？ドンが真相を伝えたので皆落ち着きを取り戻しました。もう衝突の心配はありません。
ラゴーの身柄は部下が確保した。町の傭兵たちもユニオンが制圧した。あとはバルボスだけだ。危険ですから、エステリーデ様はユーリたちとここにいてください。一人で行くなんて危険です。私たちも一緒に行きます。そんな、行けません。待てよ、こっちもバルボスにはいろいろと因縁があるんだ。ここまで来て止まる気はねえ。それにどの道エステルはお前を追いかけて行っちまうと思うぜ。ユーリ。わかった、なら一緒に行こう。時間もないし、その方がまだ安全だろう。話はまとまった。じゃあ行くわよ。あ、どうしたおっさん。ああ、いや、こんな立派な塔に住んでたら自慢できるだろうなと思ってね。ふん、ラピード、行こうぜ。ついでにおっさんも。俺の方がついでかよ。いい年して、かくれんぼ？ちょっと顔出してくれてもいいんじゃないの？若者が頑張ってんだ。ちっとは手貸してくれよ。もしその必要があればそうする。今は必要と感じない。またまた。あんたにも目的があるのはわかるけどさ。貴様の道家に付き合っている暇はない。ほんと、ひどいお言葉。人の世にも興味はない。あんたもやり使うのね。ってことは、誰かあなたのお友達も使っているのかしら？そういうわけじゃないわ。ちょっと嫌なやつを思い出しただけ。それって、もしかしてあの竜使い？まあね。そういえばちょっとあんた。あ？俺？そう。肝心のバカドラはどこ行ったの？屋上ではぐれてな。無事だとは思うけど。無事でいてくれないと殴れないじゃない。おいおい、それが目的でここまで来ちゃったの？あと、あのバルボスってやつが許せないの。ブラスティアに無茶させて、かわいそうじゃない。だからってそっちのお姫様まで連れてくるかね。こんな危険なところにさ。ウレン、お前も止めなかったのかよ。すまない、ダングレストで入れ違いになったんだ。それで慌てて追いかけてきたってか。リタもフレンも悪くありません。自分から行くって言ったんです。ユーリ一人で行かせたままになんてできません。それに、人々に害をなす悪人を放っておくわけにはいきません。そうよね、あなたいいこと言うわ。エステリーゼ様。カロル先生、頼りにしてるぜ。貴重な戦力だからな。うん、もちろん。さ、この調子で行こう。悪いけど、あんたの素性を黙っといてくれねえか。うるさいのがいるんでね。ええ、わかってるわ。その方がお互い目的を果たしやすいものね。この歯車止まってるよ。なんか歯車がうまく噛み合ってないせいで止まってるみたいだよ。ちょっと力を加えれば動くかも。ま、動かしてやる義理もないだろう。ここも下の方の階と同じみたいね。こいつでまた歯車動かせってことか。こんな大層な仕掛けして、こいつら何守ってんだろうね。ギルドとしてのプライドだったりしてな。証拠りもなくまた来たか。待たせて悪いな。もしかしてあの剣にハマってる子はアクエ・ブラスティアの？間違いない。棒をひまえぬバカどもが、カプアノール、ダングレスト、ついにガスファロストまで。忌々しい小僧どもめ。バルボス、ここまでです。潔くバクにつきなさい。
間もなく騎士団も来る。これ以上の抵抗は無駄だ。そう、もうあんた終わりよ。まだ終わりではない。10年の歳月を費やしたこの大牢閣ガスファルストがあればわしの野望はついえぬ。あの男と帝国を利用して作り上げたこのブラスティアがあればな。あの男、下町のコアをくだらねえことに使いやがって。くだらなくなどないわ。これでホワイトホースを消し、わしがギルドの頂点に立つ。ギルドの後は帝国だ。この力さえあれば世界はわしのものになるのだ。手始めに失せろ、ハエども。大丈夫か、みんな。あの件はちょっとヤバいぜ。ヤバいっていうか、これ反則でしょう。圧倒的ね。ブラスティアとバカにしておったが使えるではないか。そんな、どうした小僧ども、口先だけか。まだまだ、お遊びはここまでだ。ダンクレスのことを消した方がいいわ。伏せろ。何？今も興味もなかったんじゃないの？あいつ！いた！今はよそ見すんな！かっ、貧弱な。形勢逆転だな。探し知恵とブラスターで売る力などまがいものに過ぎんか。所詮最後に頼れるのは己の力のみだったな。さあ、お前ら剣を取れ。あちゃ、力に酔ってた分さっきまでの方が扱いやすかったのに。開き直ったバカほど扱いにくいものはないわね。ホワイトホースに並ぶ強者、ゴーランのバルボスと呼ばれたわしの力と、わしが作り上げたブラッドアライアンスの力、とくと味わうがよい。もう部下もいない。器が知れたな。部をわきまえないバカはあんたってことだ。うわっな、なるほど、どうやらそのようだ。ではおとなしく。これ以上無様を晒すつもりはない。有利とか言ったな。お前は若い頃のドン・ホワイトホースに似ている。そっくりだ。俺があんなじいさんになるってか。ゾッとしない話だな。ああ、貴様はいずれ世界に大きな敵を作る、あのドンのように。そして世界に食い潰される。悔やみ、嘆き、絶望した貴様がやってくるのを先に地獄で待つとしよう。
まったく、コアが無事でよかったぜ。アクエブラスティアのコアって、そんなに小さいものだったんですね。さて、コアも取り戻したし、これで一件落着だね。でも、バルボスを捕まえることができませんでした。ええ、それだけが悔やまれます。何言ってんの？あんな悪人死んで。にゃっ！それにまだ、一件落着には早いな。ああ、こいつがちゃんと動くかどうか確認しないと。ブラスティアのコアはそんなに簡単に壊れないわよ。そうなんだ。知ってた？レイブン。またあのおっさんは、本当に自分勝手ね。それをリタが言うんだ。人それぞれでいいんじゃない？ダングレストに帰ったんだろう。会いたきゃ会えるさ。僕も一足先に戻る。部下に仕事を押し付けたままだから、エステリーゼ様もどうか私とご一緒に。私もう少しみんなと一緒にいてはいけませんか？聞き分けのない姫さんの面倒はもう少しこっちで見てやるよ。その方がそっちも楽だろう。責任持ってダングレストには送り届けるから。わかった。その代わり、絶対に間違いのないように頼む。寄り道もダメだ。いいね。わかったわかった。では、エステリーゼ様、ダングレストで。ありがとう、フレン。浮かない顔してどうかしましたか？いや、まだデデッキの野郎をぶん殴ってねえと思ってさ。ブラスティアのコアは戻ったんだからいいんじゃないの？そんなコソ泥なんて。ま、それもそうだな。どっかで会ったら絶対にぶん殴るけど。地獄で待ってるか。嫌なこと言うぜ。ほらほら、いい加減ダングレストに戻ろうよ。じゃあ、私はここでお別れね。相棒のとこ戻るのか？相棒？誰です、それ？ここからは別行動。お互いの行動に干渉はなしね。そっか。じゃあな。ええ。